大川津橋とは、新潟県長岡市、鶴ヶ添永遠市五千国の大川津分水に架かる、橋町634.8メートルの国道116号の桁橋。長岡市と燕市を隔てる人工河川である大川津分水路に架かる橋である。共用中の橋は三代目。大川津稼働関付近の空中写真。大川津橋急暇が、 上部に映っている国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。速道橋大川津分水路は信濃川の洪水を日本海に直接流すべく作られた人工河川で1922年に通水した。通水に伴って分断される地区を結ぶため1920年10月17日に初代の大川津橋が 橋長624メートル、福音3.6メートルの目標として架橋される。1941年に新潟県により仮設された二代目橋梁は、コートラス橋と RC カンチレバー橋からなる永久橋であった。歩道がなかったことから1972年8月31日に、速道橋を仮設した。二代目橋梁は、 国道116号の一時改築が完了した1967年度以降交通量の増大が著しく、その負担のため1973年には昇番が抜け落ちるなどした。国道116号は同年に指定区間になったため、新管理者である建設省北陸地方建設局、新潟国道工事事務所による点検により、老朽化による損傷の進行が判明し、 1974年度に商番補強工事を実施した。大川津橋は老朽化のほかに、福音教唱、橋脚洗い堀などの問題を抱えていたこともあり、抜本的対策として、掛け替えが1975年度に事業化された。1982年11月18日に一気橋が完成した。掛け替え事業の詳細は後述する。 大川津稼働席の更新に伴う掘削による初代、大川津橋の橋脚が出土し、一部が信濃川大川津資料館に展示された。佐賀道路1300メートル、新橋635メートル、宇岸道路865メートルからなり、佐賀部は長岡国道工事事務所が、新橋と宇岸部は新潟国道工事事務所が担当した。 1975年度に事業化され、1976年度に用地着手、1979年度に工事着手した。1982年度に新橋を含む 1.1km を暫定に車線で供用開始し、1984年度に 0.9km を暫定に車線で供用開始した。分水側は交差点が連端するため、 分水効果橋により立体交差とした。株工が1979年9月28日から1980年8月2日までの後期で A2 兄弟と P6 から8橋脚が熊谷組により施行され、1979年9月28日から1981年3月24日までの後期で A1 兄弟と P1 から5橋脚が 大砲建設により施行された。上武校は一連が1980年11月15日から1981年11月30日までの後期で川崎重工業、日本橋梁、JV により制作され、二連が1980年12月17日から1982年3月30日までの後期で石川島張間重工業、松尾橋梁、 JV と、狛江鉄工所住友重機械工業、JV によりそれぞれ製作され、1981年9月1日から1982年6月25日までの後期で石川島張間重工業、松尾橋梁、JV により主義高設が行われた。小板工は、 小松建設工業により1981年11月21日から1982年9月30日までの後期で行われた。急遽撤去は1983年10月1日着手し、1984年3月19日に上部校撤去が完了し、 株高撤去は1986年9月27日から1987年3月20日までの後期で行われた。ありがとうございます。